ゆっくり霊夢です。ゆっくり魔理沙だぜ。今日は世界の謎7000をやっていくぜ。いいわね、世界には謎が多く残っているからね。現代の科学では説明できないことが世の中にはたくさんあるんだ。魔法みたいに？そうだな、中には非科学的な力によるものと考えられているものもある。ワクワクしてきちゃうわね。それでは今日もゆっくりしていってね。世界の謎一つ目は、異星人から授けられた英知、ドゴン族のシリウス神話だ。ドゴン族って初めて聞いたわ。ドゴン族はマリ中央部バンディアガラ山地に住む農耕民で人口は約25万人。独自の宇宙観、世界観を持ち、天地創造をはじめとする数多くの神話が語り継がれているんだぜ。身につけている衣装がとてもカラフルだわ。それでドゴン族が異星人から授けられた英知ってどういうこと？原始的なドゴン族には、天文学の最先端情報と酷似する奇妙な伝承があるんだぜ。原始的な生活をしている民族と、最先端技術ってアンマッチすぎない？それはシリウスと呼ばれる、太陽を除く恒星では最も明るく見える星に関するものだ。オリオン座のベテルギウス、子犬座のプロキオンともに、冬の大三角を形成している星よね。よく知ってるな、その通りだぜ。ドゴン族の神話によれば、シリウスの周囲をポトロという星が回っている。この星は白色で、すべての星の中で最も小さく、サガラという非常に重い金属で構成されていることから宇宙で一番重いという。このポトロって神話に出てくるだけよね。神話だったらいくらでも物語は作れる気がするわ。それがな、奇妙なことにポトロの特徴と一致するシリウス B という星が実在しているんだ。そうなの？この星は恒星の中では最も小さく、超高密度の物質で構成された非常に重い星であり、天文学では白色矮星と呼ばれている。特徴聞くとポトロと白色矮星は同じものに感じるわ。そうなんだ、近代科学からかけ離れた生活をしているドゴン族がなぜシリウス B のことを知っていたのか？不思議だわ。あ、もしかしたら肉眼で見れたんじゃない？いや、シリウス B は非常に暗い星で、肉眼では全く見ることができない。そうなのね。他にも奇妙なことがある。何かしら？ドゴン族の神話では、ポトロの軌道は楕円形になっていて、その軌道は天体の運動に関するケプラーの法則に当てはまるんだ。またポトロが50年でシリウスを一周すること。太陽系の木星には4つの衛星があり、土星には我が存在することも知っていた。それって、研究者たちが何年もかけて研究して解明していったことよね？そうだな、科学の力を駆使してな。ドゴン族の神話の驚くべきところはこれだけにとどまらない。どういうこと？シリウス C という星があるんだが、これはシリウスの周囲を回る第二の晩星で、ドゴン族の神話では延命屋と呼ばれている。その星のことまで知っていたの？ああ、しかしこの星は従来の天文学の常識では存在が否定されていたんだぜ。従来のってことは今は存在が認められているってこと？そういうことだぜ。ないと思われていたシリウス C が、1995年にフランスの天文学者ベネスト・トデュヴァンによって発見されたんだ。それすごくない？20世紀の科学技術をもってしても発見できていなかった星のことまで知っていたなんて。改めて神話の正しさが実証されたってことね。そうなんだ。近代文明から隔絶されていた彼らは、一体どのようにして、こういった近代的な天文学情報を入手したのか？そうよ、一番気になるのはそこよ。考えられるのは異星人から知識を教えてもらったということだ。異星人ね、にわかには信じがたいわ。誰かが言った噂程度じゃないの？いやいや、ドゴン族の神話には、ノンモというシリウス星系の宇宙人が古代に地球を訪れ、文明と社会を構築したという言い伝えがあるんだ。そんな言い伝えまであるのね、一気に信憑性が高くなったわね。世界の謎二つ目は、石の中の引きガエルだ。なんか童話みたいなタイトルだわ。石の中にカエルがいたってどういうこと？研究者が4億1900万年前のシルル紀の砂岩層から大きな岩石を切り出していた際、大きな丸石が二つに割れ、その中央に一匹のカエルがいたのを見つけたんだ。石の中のカエルってそういうことなのね。黄色い膜で口が覆われた灰色のカエルだった。そして驚くことにそのカエルは生きており、触れるとわずかに反応したんだ。ええ？そのカエルが入っていたのって4億年以上前の石なんでしょ？どういうことなの？さすがに4億年以上前に生きていたカエルではないんだが、何百年かは生きていた可能性があるという話も出たらしい。そんなん化けカエルじゃないの。しかしアクシデントにより研究者たちはそのカエルを殺してしまった。え、何百年も生きていたかもしれないカエルなんてウルトラ貴重なのになんてことしてんのよ。本当にな。そして研究者はこのカエルの正体について、何らかの方法でオタマジャクシが石の中に入り込み、そこで何年かの期間を要して大人のカエルに成長したものと結論を出したそうだ。なるほどね、確かにそういう偶然ならありえるかも。
偶然と言いたいが、石の中のカエルはこれだけじゃなかったんだ。他にも発見されたのね。それは16世紀のことだ。採石斧が非常に大きく硬い石を割ったところ、真ん中に完全に生きた状態の巨大なヒキガエルがいたのを発見したそうだ。また入り込んでしまったのかしら？いや、不可解なことに、その石には外部から入り込めるような穴など開いていなかった。それじゃあ石の中からカエルが湧いたとでも言うの？どういう原理でカエルが石の中に入ることになったのかわからないんだ。しかも驚くことにその採石斧は、巨大な岩石ブロックからヒキガエルのような生き物を発見したのは初めてではないと言っていたそうだ。この不思議な現象はどう説明するのよ。気になってしょうがないわ。これは仮説だが、カエルが石の中に入り込んだのではなく、すでに成長したカエルが休眠している際に周囲の環境が大きく変化していったというのはどうだろう。環境の変化って？土に潜ったカエルが何らかの理由で翌シーズンに姿を現すことなく長い年月が経過し、カエルを包み込んでいた土が岩石化し、その中でなおも生き続けた可能性がある。なんか一気にカエルが神秘的な生き物に感じてきたわ。場合によっては、古代に絶滅した種のカエルが現代に蘇ることもあるのかもしれないわね。世界の謎三つ目は、オーランメダン号事件だ。これは船の名前かしら？そうだぜ。世界中で報告されている海難事故の中でも、特に謎が多く不気味な事件とされているのが1948年に発生したオーランメダン号事件だ。そういうの怖いけど聞きたくなっちゃうのよね。不気味ってどう不気味なの？マラッカ海峡を横断していた船内で事件は起こったんだ。マレーシアとスマトラ島の間にあるマラッカ海峡を航行していたアメリカの船シルバースター号は、奇妙な緊急無線を受け取ったんだぜ。その無線がオーランメダン号からだったの？ああ、オーランメダン号の無線技師のラビットという人物からのものだった。無線の内容は？船長を含むすべての士官が海図室と船橋で死んでいる。多分、乗組員全員が死んでいる。こんな内容だったらしい。死んでいる。普通死ぬ前に何かが起きてすぐ SOS を出すはずよね。それが無線を出す時点でほとんどの乗組員が死んでいた。そうなんだ。そして理解不可能なモールス信号や読み取れない通信が続いた一番最後に、自分も死ぬ。という不吉なメッセージが残され、これが最後の無線となった。そして無線を受け取ったシルバースター号は数時間後にオーランメダン号の位置を特定する。船内はどうなっていたの？メッセージの通り、すべての乗組員が一人残らず亡くなっていたそうだ。どんな感じで亡くなっていたの？ほとんどの遺体は何かに怯えたような恐怖の表情で、何かを掴もうとして亡くなっている遺体もあった。また、船員同士で争った形跡はなかったんだ。じゃあ内部のトラブルとかで乗組員同士で殺人を行ったってことはないのね。そうなんだぜ。しかも人間だけでなく、船内で飼われていた犬も死亡していた。オーランメダン号の戦争から火が出たため、シルバースター号の乗員は船に戻り、沈んでいくオーランメダン号を見守ったと言われている。みんなに何があったのかしら？彼らの死亡原因について、最も有力とされているのが毒ガス説だぜ。何らかの原因により船内に充満した毒ガスを吸引した船員たちは、体に異常をきたして血を吐き、死亡した。というものだな。なるほどね。しかしそれにはおかしな点が二つあるんだ。何かしら？一つ目は、無線技師のラビットが無線で何かに襲われてと話していたこと。何かにっていうのが変よね。毒ガスなら正体がわかっているもの。そうなんだ。毒ガスであればラビットが無線で話している時点で苦しんでいるはずであり、毒ガスを吸ったのかもしれないと思っていてもおかしくない。そうね。彼は何かを目撃したんだわ。おかしな点二つ目は、シルバースター号の船員たちには何の影響もなかったことだ。確かに。毒ガスなら、シルバースター号の船員もやられているはずよ。彼らが救援に向かったのは無線を受け取ってから約3時間後のことだ。人を死に至らしめるほどの有毒ガスが、特別換気などをしていない船内から完全に消えることは不可能だと思われる。なるほどね、シルバースター号の船員の体調には何も問題はなかったのね。その通りだ。結局原因はわからなかったの？わからなかった。シルバースター号がこの不可解な体験をした後日、地元警察によって調査されたが、結局詳しい沈没原因が特定されず、船員の死亡原因についても船が炎上したことと、バラバラとなって沈没しているため、手がかりがほとんどなく、今現在も謎に包まれている未解決事件となっている。その日に起きたことは亡くなった彼らしか知らないのね。世界の謎四つ目は、リンカーンとケネディの奇妙な一致だ。どちらも歴代アメリカ大統領の中でも有名よね。そうだな。奇妙な一致ってどういうこと？霊夢はこの二人の共通点は何だと思う？アメリカ大統領ってこと以外に？そうだぜ。何かしら。暗殺されている？
そうだな、それも共通点だ。他にもあるの？ああ、この二人には、偶然とは思えないほど多くの共通点があるんだ。だから、ケネディはリンカーンの生まれ変わりではないかと言われている。ええ、それほど共通点があるってことなのね。そうなんだ。輪廻転生といって、魂は循環するという考え方もあるからな。前世、来世って話よくするものね。それじゃあ二人の共通点を説明していくな。一つ目は、さっきも言った暗殺なんだが、ただ暗殺されただけという話ではないんだ。どういうこと？リンカーンはワシントンにあるフォード劇場で、妻や知人と感激している時に至近距離から撃たれている。ケネディはダラスにおいて、フォード車のリンカーンに乗ってパレードしているところを射殺されている。ちょ、鳥肌立ちそうになったわ。そんなことあるのね。そして二人が暗殺されたのはいずれも金曜日、妻の目の前でのことだった。この一致に気がついた人は戦々恐々としたでしょうね。二つ目は、二人ともマサチューセッツ州に縁があること。リンカーンの先祖は17世紀にイングランドの、マサチューセッツ州に移民してきたサミュエル・リンカーンという人だった。一方ケネディは1917年にマサチューセッツ州で生まれたんだ。ゆかりの地なのね。三つ目は、議会初当選と大統領に選出された年だ。リンカーンは1846年に下院議員に初当選しており、ケネディは1946年に下院議員に初当選している。そして、リンカーンは1860年に大統領に選出された。まさか。そしてケネディは1960年に共和党のニクソンを破って大統領に選ばれている。議会初当選と、大統領選出の年の下2桁が同じだわ。そうなんだぜ。四つ目の共通点は、副大統領についてだ。リンカーンの副大統領はアンドリュー・ジョンソン、ケネディの方はリンドン・ジョンソンだ。ジョンソン、そう、二人の副大統領はいずれもジョンソンという名前だった。そして、二人の副大統領の誕生日についても奇妙な一致がある。アンドリュー・ジョンソンは1808年生まれ、リンドン・ジョンソンは1908年生まれだ。また下2桁が一致しているわ。そしてそして、まだあるの？副大統領の出身地は、どちらも南部出身の上院議員だった。ここまで来るとちょっと怖いんだけど、副大統領についての一致はこれだけじゃない。二人の副大統領は、リンカーンとケネディ暗殺後に大統領に昇格しているが、それぞれ、リンカーン、ケネディ暗殺からちょうど10年後に亡くなっている。これはもうリンドン・ジョンソンも生まれ変わりなんじゃないの？そう思ってしまうよな。五つ目の共通点は、暗殺犯についてだ。リンカーンを暗殺したブースはフォード劇場でリンカーンを撃った後、農場のタバコ倉庫に隠れていたところを見つかっている。ケネディを暗殺したオズワルドは教科書倉庫からケネディを撃ち、その後テキサス劇場で逮捕された。つまり、ブースは劇場で犯行、倉庫で捕まり、オズワルドは倉庫で犯行、劇場で捕まったってことね。そういうことだぜ。そしてブースもオズワルドも裁判前に射殺されている。偶然と言ってしまえばそれまでだけど、すごい確率よね。ケネディがあの日、暗殺されたのも運命だったのかもしれない。世界の謎5つ目は、ゴルナヤ・ショリアの遺跡だ。これはロシア、シベリア南部の山岳地帯のゴルナヤ・ショリアで発見された謎の巨石遺跡だぜ。世界最大の巨石遺跡と言われている。巨石遺跡といえば、ギザのピラミッドとか、イースター島のモアイ像が有名よね。でもこのゴルナヤ・ショリアは初めて聞いたわ。どのくらい大きいの？今まで過去最大と言われていた古代文化遺産は、ユネスコ登録されているレバノンのバールベックで、その石の重量は推定800トンだ。しかし、このゴルナヤ・ショリアの遺跡で、一番大きい巨石はその3倍以上で、2400トンくらいではないかと推定されている。でかぁ、この遺跡はいずれも規格外の大きさの花崗岩を組み合わせて作られていて、石垣や回廊状になっている箇所、また巨石を切り出した跡や巨石の上にまた巨石を、組み上げた跡など、明らかに人の手が加えられた痕跡が存在している。人が通れるような通路まであったんだぜ。明らかに設計されて建造されているってことね。そうなんだ。しかも標高1000メートルの場所にだぜ。そうなると不思議なのはそれほど大きな石をどうやって運んだかよね。あまりの巨大さゆえに、太古に存在した巨人族か、あるいは宇宙人が作ったとも言われているんだ。ファンタジーになっちゃったわ。いや、これはあながちバカにはできない説なんだぜ。どういうことよ。巨人伝説は世界各地に残されていて、そのような巨人族が築いた可能性もある。巨人族って本当にいたの？いないとは言い切れないな。これまでに絶滅してきた種は数えきれない。旧約聖書創世記によれば、地上に人が増え始め娘たちが生まれると、神の子らは人の娘たちが美しいのを見て、おのおの選んだものを妻にした。こうして神の子らと人間の娘たちの間に生まれたのがネフィリム、巨人の誕生だぜ。巨人にもいろいろ種族があったのかしら。そうかもしれないな、日本人とアメリカ人がいるようにな。
コルナやショリアの遺跡は一説では、ギリシャ神話のティタン族の一つ目巨人キュクロプスが作ったのではないかという見解もある。彼らは火事の腕に長けていたんだ。でも話を聞く限り建造技術のレベルが結構高そうよ。本当に巨人にそんなことができるのかしら？巨人族でないならば宇宙人が作ったか、あるいは宇宙人から技術を提供された古代人が作った可能性もある。実は不思議なことに、巨石周辺ではコンパスが正常に動かないんだ。もしかして宇宙の力が関係しているのかしら？ひょっとすると、建造時に使われた未知のエネルギーが、今も遺跡に残されているのかもしれない。そもそもこの遺跡って年代的にはいつ頃のもの？一番古い巨石で、1万年よりは新しいそうだ。それでも紀元前3000年頃に始まった古代エジプト文明よりも、はるか昔ということになる。そんな昔に高度な建造技術があったこと、それから巨大すぎる石。まさにミステリーね。世界の謎6つ目は、コンクリートに浮かび上がる恐怖、ベルメスの顔だ。ベルメス？これは、1971年スペインの田舎町ベルメスにある一軒の家で起こった奇妙な現象だ。もしかして怖いやつ？まあまあ、聞いてくれ。この家に住むマリア・ゴメス・カマラは、夕食の準備をするために台所のかまどの焚き火に火をつけようとしていた。すると、コンクリートの床に何かシミのようなものが浮かび上がっていることに気がついたんだ。何のシミだったの？よく見てみると、そこには目、口、鼻、口ひげが確認できる。それは人の顔だったってこと？そうなんだ。不気味な顔の噂は、あっという間に広まり、スペイン各地から人が押し寄せる事態となった。いつしかそのシミは土地の名前を取ってベルメスの顔と呼ばれるようになったんだ。でもシミが顔に見えるってよくあることよね。そう思いたいわ、怖すぎだもん。そうだな。しかしそのシミは人の顔としてリアルすぎる。シミを見に人々が集まってしまうため、彼らは不気味な顔を破壊してしまうことにしたんだ。最初の出現から6日後、台所の床を削り、そこにセメントを流し込んだ。これで一件落着？いや、そうはならなかった。全く同じ場所に新しい顔が再び浮かび上がってきたんだ。本当にホラーじゃない。なんか怨念みたいなものを感じるわ。しかもその顔のシミはその後増えていったんだぜ。仲間が増えていったのね。それから30年以上にわたって、サイズも性別も違う様々な顔が現れ続けたそうだ。なんでそんなことが起きたのかしら。その家主が注目を浴びたくて作ったものとかじゃないの？自分でセメントで埋めてたけどな。科学的な分析を行ったところ、この顔はペンキや塗料などで描かれたものではないとわかっている。コンクリート用溶剤や、塩酸、硝酸銀などを使って、再現しようとしたがうまくいかなかったそうだ。じゃあ、人の手が加わっている可能性は低いのね。そうなんだ。実は家主のマリア・ゴメスは霊能力者としての顔も持っていて、無意識のうちに作り出したもの、呼び出したものとも言われていた。なんか想像したら怖くなってきた。マリアとの関係を確信する研究者もいて、マリアの気分によって顔の表情や色が変わるらしい。シミの顔たちは何かを訴えかけているのかもしれないわね。世界の謎7つ目は、エリア51の六芒星だ。エリア51とは、アメリカネバダ州のアメリカ空軍ネリス試験訓練場内の一地区のことだ。そこにある六芒星って？エリア51には、巨大な六芒星が地面に描かれている。そもそも六芒星って何？正三角形に逆向きの正三角形を重ね合わせてできる星型で、魔除けと魔術的な力を呼び出すための模様と言われているんだ。スピリチュアル的に意味のある模様なのね。この図形を使用して宇宙人とコンタクトを取ろうとしているとも噂されている。なぜここで宇宙人？エリア51は多くの UFO が目撃される場所として有名なんだぜ。なるほどね。UFO が墜落したとされるロズウェル事件もエリア51で発生している。宇宙とつながりの深い場所ってことね。そうなんだぜ。でも政府管轄の場所でそんなことが起きるなんて、宇宙人の存在を認めざるを得なくなるわね。それが最初にエリア51はアメリカ政府の軍事施設と説明したが、政府はそれを認めていないんだ。どういうこと？衛星写真では存在が確認されているが、政府作成の地図にも一切記載がないんだ。意図的に隠したがっているようね。そうだな。エリア51で行われている極秘の軍事科学技術プロジェクトについては、知る必要がないこととして大統領にすら開示が拒まれている。六芒星も政府が用意して、国のプロジェクトとして宇宙人との交信を行っているのかもしれないわね。さて、今日はここまでにしておこう。科学の力では説明できないことってたくさんあるのね。現代の技術ではな。何百年後かには、宇宙人だって幽霊だって科学的に解明されているかもしれない。でも中には解明できないからロマンがあるものもあるわよね。そうだな。目に見えるものだけが真実じゃないって思ったわ。いいこと言うじゃないか。
今回の解説はこれにて終了だぜ。ご視聴ありがとうございました。